エレン、僕たちはいつか外の世界を探検するんだろう。この壁の外のずっと遠くには炎の水や氷の大地、砂の雪原が広がっている。僕の父さんや母さんが行こうとしていた世界だ。忘れたのかと思ってたけど、この話をしなくなったのは僕を調査兵団に行かせたくなかったからだろう。外の世界、エレン、答えてくれ。壁から一歩外に出ればそこは地獄の世界なのに、父さんや母さんのように無残な死に方をするかもしれないのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。